アレクシス・マカリスター。なぜなら、まあ、彼は難しいプレーを簡単にやりますし、僕がサイドで欲しいところにすごいクオリティのボールをくれますし、彼が一人いることでチームが安定していると思います。まあ結構いろんなサポーターの日本のサポーターも結構ブライトンの試合を見て、ほとんどの選手を知っていると思いますが、まあ、昔から活躍している選手だとやっぱラランナ選手とウェルベック選手はやっぱりもともと知っている選手が多いと思いますし、まあ、ワールドカップを見ている人は、まあ、マーク・アリスターだったりカイセドもよく知っていると思います。間違いなくカイセドモイゼスだと思いますけど、まあ、彼のタックルは他の人にはできないタックルですし、もうチームメイトとしてすごく守備力には驚いてます。まあ、よく僕がミスした時に後ろから言ってきてくれるのはダンクですね。はい、そんなに、そういうミラーの前でずっと見てる選手を見てる、僕も見てるわけではないですけど、まあサンチェスは結構見てるかなっていうところは思います。はい、演奏かなって感じですけど、まあ彼はいつも南アフリカの選手たちとジョークを言ってすごく面白いキャラですし、いつも笑ってるんで、まあ、みんなが笑顔になってるって感じです。